リエスのムー、エスカリバー。テレポートでかわしたつもりか。次は髪の毛だけでは済まさんぞ。フェアリー・スロンギング。ムー、やはりあなたは波のフェイントではない。テレポーテーションで身をかわしたか。傷物になった館を元に戻すとは、なんという強大無比のテレキネシスト。何を、クリスタルネット。いつの間にこんなもの。赤色冥界波。冥界波が弾かれた。何これは。わかったか。このクリスタルウォールを破壊することなど到底不可能。クリスタルウォールに攻撃を仕掛ければ、それは鏡の自分に攻撃を仕掛けるようなもの。全ての威力は跳ね返り、ことごとく自分を傷つける。なんだこれは。いつの間に。一体何が。クリスタルウォール。くらえ。アダストレボリューション。ダストレボリューション。一撃で真理を見極める目を。パラライトエクスティンクション。何？アライトエクスティンクション。アウラスのアルデバラン。フライペガサス。グレートオーク。お前がディープフレグランスでアルデバランの息の根を止めたと思ったとき、お前もまたアルデバランのグレートホーンによって五体をバラバラにされていたのだ。バカだ。俺が五体バラバラだと。それだけ。
障壁も我が猛進は止められぬ。グレートー、大切なものを守る優しさを。ジェミニのサガ、オールドセイントの真の力の恐ろしさをとくと見ろ。アナザーディメンション、これは謎ディメンション、なに、フェニックスよ、この時間と空間の迷路の中で永遠にもがきさまようのだ。行くぞカミュー、オーロラエクスキューション、あれでオルカーン、クレイムティア、メインストーン、アナザーディメンション。逃がしたか。この程度のコスモではアベル同様このサガの薄皮一枚傷つけることはできない。身をもって知るがいい、ギャラクシアンエクスプロージョン。なんだ、くらえ、ギャラクシアンエクスプロージョン。一度見せた技は通用せん。何？クロエ、ギャラクシアンエクスプロージョン。見るか、星々の砕ける様。ギャラクシアンエクスプロージョン。カノン、ギャラクシアンエクスプロージョン。やめろカノン、共に受けようぞ砕かれていく星々の力を。これはギャラクシアン、グレイテストとエクスプロージョン。キャンサ
のデスマスク。そうだ飛竜よ、今日こそあの絵のトンダルトどもを言うべき石式を通って地獄へ行け。あ、体が効かない。やった石式冥界だ。なんだこれは、金縛りにあったようだ。吸い込まれていく。巨怪級にまた死に顔が増えた。見える。どうしたんだ。シリューよ、今度こそ確実に亡者の国に送ってやる。二度と戻ってこられないようにダメージを大きくしてな。石式冥界だ。生きる価値も死ぬ価値もねえ。かけがえのない誰かを守る勇気を。レオのアイオリア、ライトニングボルト。無数の光の奇跡が、これが全てアイオリアの拘束権なのか。かわせた。何、これでなんとかところまで飛び込めばアイオリアの剣は封じられる。そうすればゴールドセイントのアイオリアにも万に一つでも勝てるかも。いやあ、引け獅子の矛をライトニングプラズマ。今の閃光は、一瞬のうちに五人もズタズタにされるとは。
ライトニングプラズマ、何？ライトニングプラズマ、うん、ライトニングプラズマ、遠方凛々、これは釈迦のコスモが限りなく増大していく。迷いは去った。もはやアイオリアを葬るに何のためらいもなし。天魔降伏、死すべしアイオリア。おお、神の釈迦よ、貴様のコスモごとき獅子の牙が粉砕してくれるわ。ライトニングボルト、オーム天魔降伏。お前たちの浮上など速でこれ以上12級の石段を汚すことはまかりならん。消えろ雑魚ども、天魔降伏。人々の善悪の業によって赴きすむ6つの冥界のこと。まず地獄界、火の海、血の池、針の山、尽きることのない断末魔の恐怖。ここに落ちた者は未来永劫を果てることなく苦しみもだえる。第2話、ガキ界。体は骨だらけ、腹だけが膨れ上がり、常に食べ物を求め死肉さえも食らい尽くす、むさぼりの日々が続くガキ道に落ちた者たちの世界。第3の畜生界は、まさに動物の姿に転生させられた者たちが織りなす弱肉強食の獣者の世界。第4が修羅界、地と殺戮、常に誰かと戦わなければならない修羅の道。休むことなく永遠に戦いが繰り広げられるのだ。喜怒哀楽、揺れ動く感情に苛まれ続ける不安定な人間の世界、人界。最後、極楽の世界と言われるが、
ここは思い一つで人界を通り越し、いつでも畜生、ガキ、地獄の海へ転がり落ちる最も危険な場所、天界。何者をも切り裂く大いなる聖剣、クナエ・エクスカリボー。全てが凍結する絶対霊度の輝き、ダイヤモンド・ダスト。美しき銀河の星々と共に滅べ、ギャラクシアン・エクセプロージョン。なんだあの技は。違う、あの3人は別人だ。あいつらは誰だ。いずれにしろこの攻撃で釈迦は死ぬ。パーン！ダメだ。あの防御壁がある限りどうにもならんのか。いや、そうでもないぞ。いかん、このままやられるわけには。おっ！うわっ！邪悪なる輩よ、迷わず死ね！天空覇者、魑魅魍魎！天武放輪！天武放輪！なんだこれは！うわっ！なんだって！釈迦の目が開いた。なんだこれは。手が、いや腕が、足が、全身しびれていく。俺の体全体が麻痺して動かない。すでに知っているように、天武放輪は攻防一体の戦術。もはや、お前たちは攻めることも、逃げることも不可能だ。第一巻、剥奪！第2巻、剥奪！第3巻、剥奪！二人とも忘れたのか。
我々がハーデスに束の間の命をもらってまでこの十二級に来たのは何のためか。我々はどうあっても第四巻剥奪、五巻剥奪。サラソウジュの花が散ったか。天狗放任。アイブラの瞳子。何？なぜライブラのクロスがここに飛んできたのか。それら全ての答えを今見せてやるぞ、シオン。何？なんだこれは。この世紀に満ちたコスモは。老師が若返った。どういうことだ。今俺の目の前で何が。老師の体に何が起こったというのだ。紛れもない。まさしく今のお前はあの若き日のゴールドセイント、ライブラの瞳子。シオンよ、ケイ。わしはアテナより偉大なる神の力、ミソペサメノスを施されていたのだ。ミソペサメノス、あの神々の樫の宝と言われるミソペサメノスか。心の内に湧き上がる勇気を。今一度死んで昔のシオンに戻る。ロザン百竜派クリスタル。無駄じゃ。いかにクリスタルウォールといえども百竜の牙を止めることはできん。何？うーん、うわー。ロザン百竜。まあ一度よく見ておくがよい。あ、何を今さら。その前に倒してくれる。はあ。バカめ、自ら消滅を望むか、シオン。スターダストレボリューション。ロダン百竜は。竜が、あまたの竜が夜空を走る。さらばだ。セイントの要といわれるライブラのクロスをまとえる者はこの世にただ一人。現在においては老師しかいない。そのクロスは分解すると6種類が1対ずつ、全部で12の武器となるが、神話の時代より武器を嫌うアテナが特別に許し、ライブラのセイント、つまり老師が正しいことのために使うと認めた時にだけ武器として使用できるんだ。ふざけろ、北太平洋の柱よ。よし、ご覧ください。ありがとうございます。すごい、一振りごとに
が星のように飛び散ってる。ロシ、使わせていただきます。よせ、行くぞ。やめろ。このスピア、フェニックス一機が使わせていただきます。全身に回っていくようだ。ケガか、流星剣。無駄だと言ったはずだ。せやせや、衝撃を前へ白鳥よ。ダイヤモンドダストスカーレットイーグル、ドアもう一度食らってみろ、スカーレットニードル。
の皮一枚凍らせる程度にすぎんと諦めたのではないのか。これで合計9発。これ以上受けたら、たとえ助かっても廃人同様になる。真紅の衝撃、スカーレットニードル。スカーレットニードルによる外的なダメージは針の穴ほどの小さな傷跡だが、実際には想像を絶する激痛を受ける。それはまさしくサソリの猛毒が全身を駆け巡るような衝撃。このスカーレットニードルを受けた敵に待っているものは2つしかない。精神しか、肉体のしか。サソリ座15の星が全てその体に打ち込まれる前に答えは出る。くらえ、真紅の衝撃。スカーレットニードル。スカーレットニードル。何者にも惑わされぬ不屈の正義よ。さらば友よ。オーロラサンダーアタック。スカーレットニードルあんたです。ヒョウが、このとどめのアンタレスを。ここまで耐えきれた奴にさえこのアンタレスは決定的な死を与える。そうだカノン、これで全ては終わるのだ。全てな。見ろ、あなたは。さあ行くぞ、スカーレットニードル最大の致命点、アンタレス。
ルド・セイントが。まさか。カプリコーンの修羅、ジャンピングコーン、バカな昇竜派がまるで通用しないなんて。ジャンピングストーン、エクスカリバーと呼ばれているのだ。エクスカリバー、危ない、ごめん。バーン。最強を誇るこのドラゴンの盾を真っ二つにするとは。そーら、ついでにクロスも全て剥ぎ取ってくれるわ。死ね、アヨロス。カリバーで、うわ、こっちだしろ。カリバー、エクスカリバー、過ちと向き合う信念を。アクエリアスの神よ。神よ、この陶器でダイヤモンドダスト。クリスタルセイントよ、たとえ宿命とはいえ、お前の愛弟子をこの手で葬ることになろうと。優しすぎたのだ、より人間的すぎたのだ。お前と同様にこの氷河も。氷の棺はいかなることがあっても溶けることはない。たとえゴールドセイントが何人かかろうと砕くこともできない。もはや勝敗の決まった戦いで、これ以上お前を痛めつける気にはなれ。せめてお前の死にはもう一度氷の棺をくれてやろう。このフリージングコフィンをな。知っての通り、その氷の棺はいかなることがあっても溶けん。あの形は、両腕が重なり水瓶の形になった。水瓶の口からほとばしるあれは、
負けた。それが勝敗を分ける決定的な違いなのだ。あれはあの構えは。完全なる敗北を悟り、再びこの霊気によって沈めし氷河。お前のいてついた炎、私のこの熱い氷で溶かしてくれよ。オーロラエクスキューション。ディスケスのアフロディーテ、ロイヤルデモンローズ。ロイヤルデモンローズ。恐怖ロイヤルデモンロース。貴様、美しき魔のバラの好機に酔うがいい。ロイヤルデモンロース。このアスガルドで我々から吸収されているコスモは全てユグドラシルへと向かっている。地上に暮らす人々の笑顔の美しさを。前の黒バラピラニアンドーズ。ラニアンドーズローリングディフェンス。10までが消し飛んだ。これで君は攻めることも守ることもできなくなった。アンドロメダよ、チェーンがなければ君はもはや無力な赤子に過ぎない。さあ、望み通り死を見舞ってやるぞ。触れるもの全てを噛み砕く黒バラ、ピラニアンゴー。わかった。これ以上私の攻撃を阻止することは不可能だ。やめろ。死ね、アンドロメダ。受けよ、ザ・ディノース。爆発しろ、ネギだよ。君が吹き飛ばしたのは
花霞の中の私の残像に過ぎん。無駄だ。すでに赤いバラの好機を吸った君の体は言うことが聞かない。君も覚えていよう。その白バラが君の血をすべて吸い尽くし真っ赤に変わった時、君は死ぬ。